25です。化粧品の販売してます。います。あ、ないです。アプリも撮ったことなくて、そこで出会う人とどこでもないかなみたいなイメージ。なんか別にそこまで求めてない、なんか自然にできればいいなくらい。それで直接会ったことはないです。なんかやらしてみたいな価値観あります。なんか電車の中に乗ってたら誰もいない車両に、なんかわざわざ隣に座ってきた人がいて、それでなんか寝たふりしながらなんか背中触ってきて、痴漢ですよねみたいな言ったんですけど、ずっと寝たふりしてて、周りにいた人も見てみるふりみたいな感じで、誰も助けてくれなかったから、いやもう次の駅で降りるってなったからもういいやって諦めちゃいました。あの一途な人しか無理ってタイプなんで、まあ、とりあえず手つないだら。高校生の時、年上と付き合ってたんですけど、年のさらに一個下の人と浮気してましたね。いや、女の勘最後まで。私と付き合ってる間にもうずっと何回も会っててみたいな、で本気でその子のこと好きになったって言われて、好きになったことありますね、付き合ってる時に。浮気かわかんない、気持ちそれもう浮気か。別れてからですね、ここはちょっと男気みたいな感じ、絶対帰ってくるかなと思って、でそういうのはちゃんとしたいタイプです。ジェントルマン。レディーファーストっていうか、私の好みなんですけど、ロマンチストが好きですね。なんかストレートにもう愛してるとか言う人、まっすぐな人、多い、そういうパターンあります。付き合ってて最初はそういう人多いんじゃないですかね。あり、やっぱ相性良くないと、ね、意外と続かないかなみたいな。高2です。好きな先輩でした。2個上のあります。飲んでて酔っ払って、勢いあった方がいいですね。もう勢いよく押し倒されたくらいがもうちょうどいいかなみたいな。もうゆっくりとかじゃなくて、なんかもう勢いいい方が私はあ、いいと思います。あの普通に好きだよとか言われた方が。あんな私はもう早くって感じなんで。はい、あ、好きです。結構、まあ演技はするときあります。あ、もちろん、口。かな。非常にめんどくさいです。奇数から2回、3日に1回とか2日に1回。あります。ここが想像で妄想。いやもう頭を働かせようっていう。彼氏の顔とか、いつも好きな人とか。ベッド。あ、高校生とかですかね。月一とか。10人とか。違います。その時好きだった人とかいます。
き合ってないです。はい、お互い結果それで終わったっていう感じで。硬さ、硬い方がしてる感してる感があってあります。赤のティーバッグ、今普通のブルー系かな。ブルー系、でも基本ティーバッグです。いつも記憶なくて起きたらやばいみたいな感じです。チャンネル登録お願いします。